こんなこと続けててよく平気でいられるわね。ドミニオンの兵士がひっそと心を通わせたら私たちは見捨てられる。訪問者、牢獄に？珍しいな。ホワイトローズ牢獄にまた来訪者が来たのか？これがメインルートってわけじゃないんだが、バイスカノンは所在不明だったキーストーンを追ってホワイトローズ牢獄に向かった。取り戻すことができれば戦況が大幅に有利になるだろう。残念ながら囚人たちはバイスカノンを信頼していない。当然私のこともな。やってみてくれ。あのキーストーンが必要なんだ。帝国軍が見捨てていったレイタス将軍を探してくれ。囚人たちのリーダーだ。願わくば囚人たちが入れてくれますように。我々にはキーストーンが必要だ。知っていることは少ない。帝国が第一期に立てた。彼らがシャドウフェンから追い出された時、そこは放棄されたんだ。どうして囚人が残っていたのかはよくわからない。彼らが呪われているという者もいる。彼には名誉ある者だという評判があった。少なくともインペリアルとしては。ここに残されたのは何をしたのかは知らないが、悪いことだったに違いない。帝国は熟練した将軍を見捨てたんだ。強大な力を持つアルゴニアンのアーティファクト、伝説ではシャドウフェンの中のいろいろな遺跡と結びつけられている。バイスカノンはそれを間違った者の手に渡すわけにはいかない。
やさないでくれ。ここで何をしている？チャンスがあるうちに引き返すんだ。あんたがか？ならアドバイスをやろう。ここから北にある遺跡のどれか一つで彼を見つけられるはずだ。それともう一つ、刑務所の西側に迷い込むなよ。食われたくなければな。夕食にな。囚人の何人かは野生化したが、逃げる望みのない囚人は精神がすり減った結果そうなるんだ。おしゃべりをやめたらあんたの仕事はそれほど重要ではなくなるのか。その話題に触れるな。レイタス将軍が教えてくれるかもしれない。私は知らない。それにその方が楽だよ。考えてみてくれ。ここで何をしている？よそ者が持ち込まなくても厄介事はもうたっぷりあるんだ。バイスカノンが助力を求めてるって？こっちが帝国に捕まった時バイスカノンはどこにいた？何年もここに囚われているんだ。囚人の半分は心をなくして他の連中を食べ始めてる。もちろんそうしたかった。だが帝国の同胞がお前の大事なキーストーンの力を使って俺たちをこの牢獄に縛りつけたんだ。ここから出たら死ぬんだ。キーストーンに縛られた者はキーストーンに触れることもできない。取引をしよう。野生化した連中が野営地の一つを襲ったんだ。その襲撃を生き延びた者には手当てが必要なんだが、医薬品がまだ野営地に残っている。こいつを取り返すことができれば味方の一人がキーストーンの在りかを教えるぞ。いいだろう。医療品をジルニに届けろ。彼女は野生化した連中に対抗する野営地を塔の南西に維持している。それから覚えておけ、取引には責任を持ってもらうぞ。最後まで。罠にかかる時間が長ければ野生に帰る可能性が高くなる。あるいは彼らに食べられる可能性も。簡単じゃなかった。アルゴニアンの商人が時々立ち寄る。あとはどうにか生きていける分だけ古い帝国の物資を調達していた。キーストーンの影響だと考えている者もいる。俺たちを捕らえるのに使ったため何らかの影響があったのかもしれない。野生化したのは心の弱いもので、この緊迫した状況で壊れてしまったんだと考える者もいる。
新しい顔を見るのはとても久しぶりだわ。どうしてここに？へえ、やっと来たわね。将軍も私にこの塔を守ってほしいならもっと医療品を送るべきよ。かけてもいい、もっとあるはずだわ。レイタス将軍は医療品と交換に何を約束したの？絶対に何かあったでしょう。それで引き受けたの？危険について教えてもらわなかったのかもね。キーストーンは牢獄のダンジョンにあるわ。具体的な場所はわからないけど、警告しておくけど、ダンジョンには人食いがうようよいる。サルゴンが助けてくれるかもしれない。ダンジョンの中で物資を漁ってるわ。ほら、この軟膏をつけさせて。そうすれば野生化した連中に匂いを嗅ぎつけられなくなる。長くは持たないけどね。死んでいてもここに囚われているような気がするの。私の魂の一部はこの牢獄に縛り付けられているのよ。帝国の奴らが夫を殺した後、家族をここに連れてきた。子供のヌザールとザルカリがダンジョンのどこかにいる。この世を去る前にあの子たちに会わないと。あの子たちも死んだわ。ここのどこかで帝国の奴らがどこかに連れて行った。私たちを牢獄への洞窟の入り口の外にある木の下に埋めてほしい。こんな湿っぽい場所じゃなくて、外に埋めてほしい。彼らを見つけて、彼らの灰を見つけて、再び一緒になるまで平和な気持ちにはならない。家族はいつもバラバラだった。離れていても何とか時々会うことができた。絶望しかけていた時も家族を思うことで正気を保てた。最後には家族はこの場所の奥深くで死んだの。孤独で怖がって、独房を探して。
サタカルにかけて驚かせるな。何時間も野生化した連中から逃げていたんだ。とうとう見つかったかと思った。あんたは誰だ？ジュルにはいい人だ、そう伝えられるくらい長く生きられたらいいんだが、ベルライルのキーストーンを探しているなら逃がしてくれるってことか。多分監視の詰め所にある。長く歩くことになるな。そこへ続くもっと短い道はずっと前に崩れるか壊れるかした。登り道では野生化した連中とたくさん戦うことになると思う。共に行こう。それで解放されるならな。ただ戦えるとは期待しないでくれ。助言か？鉄の門を閉めなければならなくなったらハンノキから指を離しておけ。あの人形は彼女の父親が古いシャツで作ったの。いつでも彼の匂いがしていた。
祝福したまえ。あの腕輪はヌザールのために作ったの。私もこのかわいそうな子供たちもこんなところで死ぬべきじゃなかったのに。私を子供たちから引き離した。待て、キーストーンで何かをする前に。とうとうやったな。何度かもう終わりかと思った。キーストーンを取る前に伝えておかねばならないことがある。ベルライルのキーストーンと野生化していく囚人の間にはある種の関連がある。解放のためにキーストーンを使わず、ただキーストーンを持ち出したのなら、その結果は悲惨になるだろう。時が経つとキーストーンに縛られた全ての囚人は心を失っていく。野生化するんだ。頼む、そんな運命から救ってくれ。看守はキーストーンに関する本を持っていた。知っていたのにそれでもこういうことをしたんだ。看守の机の上に一冊の本がある。おそらくそれだ。
心の壊れた人間よりも指の折れた戦士でいたい。頼む、解放してくれ。野生化した連中がこちらに向かっている。レイタス将軍から感謝されることだろう。とうとう一緒になった。スレンダルが祈りに応えたのね。ええ、ここは牢獄の中でもみんなのお気に入りの場所だったの。こっそり集まって
脱出を想像してこの壁の向こうでの人生を夢見てた。衛兵たちに見つかって厳しく罰せられたこともあったけど、あの束の間の平穏は無知で撃たれるだけの価値があった。何？感じたぞ。我々を解放するためにキーストーンが使われた時、首からカセが落ちるようだった。昨日は残った命をこいつらを死なせないために使おうと思っていた。今は選択肢がある。それは心地いいことだ。ありがとう。お前はゲレントを探し、キーストーンについて知らせてくれ。自由だ。魂が解放されたのを感じた。神の祝福あれ。持っているのか？キーストーンを見つけたのか？囚人の解放に使ったのか？その甲斐があったのならいいんだが、キーストーンはドミニオンを倒すための唯一の希望だったのかもしれないんだ。それでもバイスカノンから伝言がある。君の決断がシャドウフェンにとって最良の決断だったと信じているよ。